撃成績333124。ガチで逸材や。さすが U18 世界優勝メンバーの一番打者や。松川は100打席立って3割超えてからすれたテロ。100打席立って3割超えたらすでに騒がれてるわ。世間が騒ぐ前に逸材を見つけてくるのが何時移民に与えられた仕事やろ。エムラの出番なくなりそう。むしろテラチの育成はエムラコーチの初仕事やろ。エムラ引退したんかくさ。あの名将馬淵監督が惚れ込んだ逸材やからな。松川2世。ヤクルトの鈴木もなかなかいいと聞くな。早速実戦でホームラン打ったとか。エムラは引退後コーチになれるとか。勝ち組やね。初仕事のテラチ育成に成功すれば株上がるやろな。テラチはバッティングはすでにいいから、一軍で通用する守備力をエムラの指導で身につけてほしい。鈴木加納も逸材みたいやな。テラチは高部っぽい雰囲気があって好きだ。株見たく野球職人って感じするわ。わかる。この世代高卒野手レベル高すぎやな。U18 世界優勝世代やからな。あの凛太郎が日本代表から漏れるレベルの高さや。この世代はレベル高すぎる。佐々木世代抜きそうやな。野手なら抜けるやろな。大学進学組もえぐいしな。また量産なた7番打者が出てきた。保守で7番打てたら大したもんや。横浜松尾のように2軍でじっくり育ててほしい。松尾と同格の素質あるやろね。またチニドラ取り残されるのか。